小松純也の音楽講座。第16回、リズムによって曲の雰囲気は変わる。はい、小松純也音楽講座です。もう、なんだろう、ネタがない。ネタがないけど、僕、旅に知られた更新できない。毎日更新すると言ったからね、やっぱり更新しなければね。そう、何みんな何を知りたいのかなって思って。もうなんか曲書くのも言っちゃったし、ロジョライブで稼ごうも言っちゃったし、そうだね。なんだろうなぁ。そうだね。ここで音楽を始めるきっかけとかやったら多分みんなに怒られはしないだろうけど。まあなんだろう。そうだね。そうだな。なんだろう。白の話これは8ビートだね。ロックに多い。だから例えば、これをだからテンポを上げると。もう今は、彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても。なんか人の曲でやるんじゃなかったな。自分の曲でやるんじゃなかったな。僕の曲ね、なんだっけ、ライオンに殺される人よりもカバに殺される人が多いって曲があるんだけど、これはなんかね、僕2パターンアレンジツアー作ってて、痛みを忘れるくらい打ちのめされてきた。もう動けないなんて思っても、しりとり歩かなきゃ。かかる記憶、まだ指は動く。思いを気持ちをさ、伝えなくっちゃ。なんかこれがロック調で、なんか僕が好きなのが16ビートなんだけど、泣きそうな笑顔で空を眺めているよ。泣きそうな笑顔で空を。なんかまあそれ全然違うってのわかるかな、わかんないかな、わかるよね。そうだから、そのリズムによって曲の匂いとか曲の雰囲気って変わってくるんで、なんかまあいろいろある三拍子にね。なんか実はその木漏れ日のワルツバージョンっていうのが限定発売してるんだけど、何の CM って言ってんだろう。木漏れ日ほら、雨が突き刺さる凍えるように寒い。私は忘れ、私は震えてる。夜は明けないから。なんかまあその三拍子、今のはね三拍子、三拍子はこう三つにこう箱があったら、その中にパン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 、こう、なんだろう、こう、一個、これ一小節か。一小節なんだっけ、これが。一小節に12個の音が入るってことだよね。12拍の音かな。そう。だから、それが16ビートだと16拍入る。16拍入るのかな。雨が突き刺さる。これは8ビートね。超えるように寒い。そう、だからそのリズムによって、そのこうエロディのその一音に対する拍数が変わってきたりとかするから、曲の雰囲気がガッと変わるっていうことでした。まあリズム大事なんで、皆さんリズム大事にしてね。それじゃあまた。リズム感大事です。このコーナーでは小松純也への質問を募集しております。宛先はこちら、東京都豊島区高田3-15-7、第1大島ビル、306号室、株式会社、セールスニーズ、小松純也事業部宛て、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。